今日の試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は試験で試合を売ることができましたが、今日の試合の感想をお願いいたします。今日は今日の試合を失点で、最初の得点から勢いそのままに、最後まで攻める姿勢を崩さずに、1試合を終えたことがとても良かったと思います。ありがとうございます。では次の試合に向けての意気込みをお願いいたします。はい、次の試合も無失点で自分たちの攻撃のスタイルを崩さずに、勝ちに行きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。